サウンドジュリエです。今日はですね、先日からいじってますこちらのエラックのミラコード60で音出しをしてみたいと思います。でカートリッジはオーディオテクニカの AT150 をつけました。それで再生するアンプなんですが、こちらのちっちゃいやつなんですけど、これは当店のゲルマニウムトランジスタを使ったプリメインアンプで、このイコライザープリ機能パワーアンプが一体になったものです。でこちらで増幅しまして、スピーカーの方は、タンノイのスーパーレッドモニターで再生します。アナログ時代のスピーカーですので、レコードとの相性もいいと思います。で録音が非常に良好なこの山下達郎のですね、It's a Poppin' Time、 こちらのライブ音源のレコードを、再生します。ポンタの強力なドラムと、まだ若い頃の達郎の歌声、それからライブですのでギターアンプのハムノイズがビーって音がしたりとか、非常にエネルギッシュで立ち上がりの鋭い音がしますので、そのあたりもこちらのエラックのプレイヤーが実によく再生すると思いますので、聴いていただきたいと思います。それではスタートします。Here's on guitar the muskets. Thank you.
叩くドラムとかなかなか良かったんじゃないかなって思います。非常にメリハリの効いたエネルギーの高い録音ですので、こういうソースはなんていうんですかね、フローティング方式のレコードプレイヤーだとなかなかドラムの音とかが立ち上がらないんですけど、こういったタイプのものですと非常にリアルにライブの音場感が伝わるんじゃないかなと思います。価格も定価ベースで17万5000円税別という価格なんですが、なかなか、10万円台のレコードプレイヤーでこれだけの音が出るものはないんじゃないかなっていうふうに思いますので、おすすめの一品です。レコードと CD も出てますけど、レコードの方がやっぱり音はいいと思いますので、お持ちでしたら一度聞いてみてください。コンタぶったたびますね。音源ってスネアのアタック音とかが決まらないとなかなか面白くないので、いいんじゃないかなと思います。今日は以上です。